はい、皆様お疲れ様です。シュチュワンです。今日はですね、いくつかニュースをね上げたいと思います。コスモス関連もありますけども、今回 NTT さんがですね、世界初ということでブロックチェーンを用いた無線アクセス共用技術の実証実験に成功ということで、社会全体に設備コストや消費電力の削減につながる個人間の ICT リソース共用の実現に貢献ということで、大きなねニュースとなってました。はい、簡単に言うとですね、 NTT の利用効率向上技術ね、今回なしの場合は受信電力の高い特定の BS 基地局に集中接続し、通信品質が劣化ということで、集中してしまうということがあるみたいです。でそれがですね、今回ね NTT の利用効率向上技術ありっていうことでやるとですね、集中せずに、ね、分散化するということで非常にね、メリットが出てくるというふうな、内容みたいですね。はい、今後の展開っていうのがちょっと面白いので、読んでいくとですね、この技術によってですね、無線設備利用者は利用可能な無線設備の増加による快適性向上、無線設備提供者は共用提供による収入増、社会全体では共用化による無線設備投資、消費電力、電波干渉の低減など社会全体のさまざまなメリットにつながることが期待されますと、はい、いうことですね。災害時のね無線アクセス段に対してですね、本技術を適用することで、他無線アクセスへのシームレスな移行が可能となり、災害時においても途切れないネットワークの提供が期待されるという、これ結構大きなね、ポイントですよね。はい、はい、災害が起こった時にですね、ネットワークにアクセスできないっていうことになればね、いろんな問題があって、連絡が取れなかったりとか、ね、いろんな、心配事が増えますよね。はい、2024年の、ね、技術確立に向けてさらなる検討推進ということで、進んでいるわけですけども、これがね、非常に大きなというか非常にね便利のいい、技術だなと思って見ておりますね。はいはい、こういったことでね、災害時でもね、通信ができるような仕組みっていうのがちょっと出てきているなというところでお伝えしました。はい、もう一点、ですね、大きなニュースということで、ステーブルコイン USDC のシンクロスチェーン送金プロトコルメインネットローンチにということでなってます。これは前々から言われてたことなんですけども、今回ねユーザー体験を簡素化ということで、エクスペリエンスの部分で非常に使いやすいねことになってきているなということですね。で、サークルが、USDC を運営するサークルですけども、ブロックチェーンをまたいだ送金に使用できる、クロスチェーントランスファープロトコル CCTP がメインネットで利用可能になったと発表しています。まずはイーサリアムとアバランチのブロックチェーンに対応しており、 CCTP を活用して双方のブロックチェーン間で USDC を送金することが可能になったと、説明しているわけです。暗号資産メディアの、コインデスクによれば、2023年後半には他のブロックチェーンにも対応するということで進められているようですね。はい、今回の発表である、CCTP のローンチということですが、対応したブロックチェーン間でパーミッションレスにネイティブ USDC を送金できるようになったということが書かれております。要するにですね、例えばね USDC ブリッジってことでありますが、 CCTP ですね活用するとですね、アバランチからイーサリアムにね USDC を送る場合ですね、そういった時にアバランチの USDC っていうのがバーン、要は消去されてですね、イーサリアム上でまた発行されるというような、面白い技術だなというふうに思っております。はい、サークルのねホームにも載っているようにね、ネイティブに相互運用可能なUSDC ということで、この CCTP がですね、歌われてますと。はい、焼き付けと鋳造ということで、要はね、テレポートさせるようなね感覚になるようなね、ことですね。はい、メタマスクであったり、ブリッジが様々あったりね、はい、パートナー SDK ということで載ってたりとかしてますけどもね、新しい実世界のケースっていうことで見ていくとですね、いろんな場面でね使えるようですね。クロスチェーンスワップというところでもそうですし、はい、それからクロスチェーン預金ですね、ユーザーイーサリアムで USDC を利用してアバランチの分散型取引所でポジションを開くことができるようにしますと、はい、いうことになってますね。クロスチェーン購入ということで、ワンクリックでユーザーはアバランチで USDC を利用してユニスワップでイーサリアムベースの NFT を購入し、オープンシーで販売することができますと。はい、ユーザーが
トランザクションを開始すると CCTP は USDC をアバランチからイーサリアムにルーティングしてユニスワップから NFT を購入しオープンシーでリソを開けということですね。はい、はい、ということでいろんな場面で、まあ、USDC っていうのがですねバーンと鋳造を繰り返してですね拡大していくような、ね、イメージになってますね。はい、まあ、このような感じでですねニュースをね紹介しております。はい、まあ、その他もねいろんないっぱいニュースがありますのでまたね重要な部分とかをお伝えできればなと思っております。ということで本日は以上となってます。最後までご視聴いただいてありがとうございました。それでは失礼いたします。